マミモメモさやかです。黒の奇跡2の第3部 D ルートをやってるところで、夜マラソン 4SPG 映画いろいろ終わったので、メインストーリーを進めようと思います。モンマルトで方針を話す。さてさて、うん、はい、メインストーリー進行させます。もう、あ、ここね。素晴らしい成果ですね。はい。文句なしだな。文句なしです。誰だ。わかってんじゃねえか。はい、わかってました。では先に進みますか。集まったバンたちは明日以降の方針について議論を進めた。今朝までに集めた情報の整理も行いつつ、今回の一件を踏まえた対策が練られ、途中でモンマルト一家による夜食スイーツとノンアルドリンクの差し入れも行われつつ、有力な案を中心とした行動方針をまとめたのだった。3月22日夜9時48分。はい、息抜きをすると。雪抜きをする。方針は立ったけど、正直賞賛は五分もない。そっか。ゲネシスの反応が他で代替できれば効率が違う。ああ、まあ確かに、なんとかなる。改変は強力になっちゃいるが、こっちのゲネシスは半数を超えた。うんうん。今朝もゲネシスの警告があったから命拾いした。ああ。ああ、いつの間にか集まっているゲネシス。そういう感じか、みんなの感覚的にね。はい。うん、まだ私たちが認識できていない何かがある。なるほど。フェリス様がおっしゃってた通り、敵がゲネシスを使いこなせてないのも事実。うん。ガーデンマスター、次こそ確実に締める。締めちゃう。スーナーはどこに行ったのか。日付が変わるまで2時間ほど、今のうちに分担を…どうした。確かになんか厳しい目になってる。いや、急に喋るじゃん。何か忘れてる気がしてね。何え、忘れている。重要な何かを見落としているということかしら。リンちゃんがこんなこと言うなんて。それはわからないかな。え、なんだ、フラグにしか。てかフラグです。はっきりしろや、おい。まったく頼もしい限りだが。まあね。何ボンさん、気負う。何か聞こえねえか。何か聞こえる。音楽どんどんちっちゃくなってる。私には何も聞こえん。特に変わった音なんて。いえ、これは全然聞こえん。へえ、北に2000アージほどのところ、それ以外もありそうだね。機械音なんだ。は、一体どういう。2000アージの音って聞こえるもん。あ、足音。アサルトフレーム。銃声。隣のガイクです。銃声。そんな、これって。え、なんか煙見えてる。戦車の砲撃。なんでそんなものが。いや違う、トリオンタワーから。ダメです、動力ネットは完全に停止しています。わあ。動力波妨害じゃない、サーバーが落ちてるわ。サーバーが落ちてる。カトル君、映像を出せる。うん、フィオお願い。了解カトル。防衛モード起動、戦闘音の音源も確認。すごい、さすがフィオだな。わしらフィオなしで生きていけ。わあ。え？ダメじゃない？ダメじゃない？割とガチでやばいじゃん。なってやがんだこれは。紫外線。一体どこの勢力が？おいルネ。どう？ダメみたいだね。だって繋がんないんでしょ？おそらく CID も巻き込まれている。なるほど。なんとか大統領府に。
何？これゲネシス戻るタイプだと思う？どう？うわ待って、それ墜落したらまずいんじゃないの？あ、でも海不明。うわーダメだー、うわー、うわー、今大統領府ではホワイトハウスってやつだよね。お父さん、うわー、バン様。いや、こっちが先だ。こ、逃げろお前ら。血が先。ここから早く。うーわ、こっち来た。戻る？あれだね。なんかここまで来るとさ、ゲネシスもコッパみじんになりそうだけど、そういうわけでもないのか。なるほど。どこまで戻ってたの？クーデターに巻き込まれた。結構遠いところから来たね。フェリーちゃんたちの話で、ソーンダイク、あ、こっちが待ち伏せで亡くなった。そうね、ハルちゃんの後でパシムさん、行動方針、悲劇の Z1 レース、あ、ここつながってるんだ。これセリスさん、セリスと Z1 の話、ここが2ルートに分かれててつながってる。じゃあ3日目の行動方針ば。そっか、爆破前に戻るのか。なるほどね。だってそうじゃないとなって感じするもんね。どこで、ここでゲネシス1個手に入ってんのか。だから今いつの間にかなんかゲネシス持ってんだけどって感じでここに帰ってくるのね。はーい、よかった、みんなの部屋が守られました。さてさて、ここ見るの何回目なの？Dルートが始まったっていうところね。はいはいはい、フェリーちゃんの件もありつつ、なんだ今のは、本当にこのままバラバラで行動しちまってもいいのか。あー、なるほどね。強く思い出してみますか。そうだ、あの時フェリーとリゼットが、だがそれを乗り越えた先に、そもそもそのフェリーちゃんとリゼットがそうならない方向に行くっていうこと。うわー、すごい量の記憶が。大丈夫？ちょっと結構濃いよ。もう1時間じゃなかった、24時間ぐらい叩き込まれたからね今。そんな私がバンさんたちを、まあ、それはねゲネシスのせいなので。お前たちも思い出したか、明日3日目に何があったのかを。ええ、私が犯した罪も含めてフェリちゃんやリゼットさんのせいじゃありません。二、うん、人ともあんなに苦しんで、望んでもいないことをさせられて、うん、ええ、全てはあのガーデンマスターという男の仕業でしょう。そして全てを乗り越えたあの日の夜に起きたのは。方針を立て直す必要があるわね。ああ、それも根本的にだ。ひとまず記憶を確認するぞ。明日を繰り返さねえためにな。おーい、すごいな。なんか人生においてさ、そういうことってさ、できたらいいのにって思いつつも絶対にできないわけじゃん。3月21日夜10時5分。大体の整理はついたか。やはり問題は最後に起こった何かだな。どこの勢力？はい、ようやく私たちも元に戻れたのに、あんなことって、落ちてきたのがあれイクスアルバっていうこと、マルドック社のやつ。でもなんかあんなにスマートだったっけ、他のところなんかな。おぼろげではありますが、確か首都のあちこちで戦闘が起きて、同じおぼろげ、アサルトフレームがあったのは見えたけど、どっちかっていうと動揺してたからちゃんと把握してなかったな。それで、あれはおそらく共和国軍の新型飛行巡洋艦
イクス・アルバ級、はいはい、記憶が正しければ侵食も受けていたようです。あれだけの状況を裏で仕込んでいたとは、軍及び CID も何らかの形で巻き込まれていたと見ていいだろう。フェリちゃんやリゼットさんが侵食されなくてもあれだけの事態が起きる、一体どう対処したらどうしたらいいの。そいつはわからないが、はっきりしていることが一つだけある。俺たちは今、明日に起こりうる最悪の可能性を知ることになった。それも俺たちが取り戻したもの全てを台無しにしちまうような。ああ、みんなもろうと思って意味シズナすごいとこに座ってるな。だったらここらが反撃のターンだろ。お、反撃する。ゲネシスも5つが揃った。うんうん、敵の手の内も飽きるほど見てきた。うん、もう巻き戻りなんかに頼らずとも堂々巡りに終止符を打てるんじゃねえか。お、いよいよ、いよいよですかそいつは巻き戻り、確かに今まであの現象に頼っていたところはあるわね。いや、頼ってたすぎるんよな。はい、本当は死んでいたはずなのに、うん、何度も救われていましたがそれに頼っていたら大一番の勝負は切り抜けられないかもしれないね。あー、なるほどね。自分たちの力でいきますか。はい、ラストは今度こそ私たちの力で。幸い何が起きるかは判明しています。先手を打つことさえできれば。うん、やってみよう。今までの情報を最大限に生かして。うん、きっとあるわ、あの最悪の夜を乗り越える方法が。士気高え、やるぞ。切り口があるとすればあの侵食でしょうね。うんうん、今までの状況から言っても決して万能の力ではなかったわけだし。最悪の一件だとあの最強やリゼットは気づいていた。あ、まあ確かにね、そうだね、気づいてなお。うんうん、あ、フィリちゃんは完全に飲み込まれてたけど、あの違いはなんか、え、本人の能力とかっていう意味じゃなくって、うん、至らないからっていうわけではなく、あの二人がすごすぎるっていう話と思ってたけど、私がゲネシスを渡されていたから。渡されていた、あー、持ってるせいってこと。保護の人の資質や状況によって左右されている。つまり侵食には限界がある。世界を測る観測装置、侵食が第8のゲネシスによって引き起こされているのだとしたら、ゲネシスタワー処理能力にも限界がある。なるほど。え、つまりどういうこと。侵食を広げる媒体がある。あー、そういうこと。第8以外のゲネシスが起点にはなっていたけど、それだけじゃ説明のつかないこともある。あ、そうだよね、持ってないのにその戻っちゃうとか、そういう意味侵食を広げる媒体、それも首都中に影響を及ぼせるとなると、トリオンタワー的な動力ネットワーク。あー、確かにな、なるほどね。過去には七葉脈を通じて膨大な干渉を行われていたこともあるね。七葉脈はいろんなところにつながってるからね、なんか近代的なね、動力ネットがそれになりうったっていうのはね。なるほどな。検出できそうか。おお、レンちゃんとカトル君とリザットさん、いいねなんかいつでもなんかレンちゃんいるのいいよね。うれ、なんかニコニコしてる。専用しかり、始まりしかり。うん、第3部 E ルート、明日への反抗、首都騒乱。さあ、魔の3日目が始まるわけなんですけれども、光明が見えてきたのでしょうか。これはイカルガさん、いろいろ回ってくれてるんだね。
いや、よかった。モンマルトが無事だ。すごい。近代的だよね。情報深度3。高度オメガでのサーチに異常なし。5時間以内における情報連続性に矛盾はありません。オールクリア。ちょっと言ってる意味よくわかんないけど。こっちはブロック U、情報深度2。時間別の情報差分を比較した上で、高度で理論モデルへの代入を実行。情報連続性は変動予測の範囲内、クリア。このまま次のブロックに移行するよ。あ、カトル君がなんか天使出してる。カトル君自分の力も利用してるってこと？すごくない？了解したわ。こちらの担当分も情報連続性に矛盾なし。ブロック L は一旦飛ばしましょう。代わりにブロック N を分担して詳細に調べるわ。もともと情報量の多いブロックよ。分担して深度4まで確認しましょう。すごいなんか疲れそう。承知いたしました。わしらできることないの？多次元情報連続性操作法ちょっとのあらゆる情報を突き合わせて歪みを探すね。なんかその何をいつもと違うところを探していくっていうことよね。過去に遡ってあらゆる情報をサーチするとともに更新履歴や推移傾向まで同時に抽出する。時間軸の前後で網を張って情報の有意的な連続性を検証する。なるほど眠くないの？5時でしょ。さすが孫大工さん。孫大工さん、まあ、確かに何でも手伝うよっていう話してたけど、それはこの後の話だったからね。さすが、なんかこう察してくれたんかな。本社のメイン AI が首都をレッドゾーンエリアに判定した。あ、だから協力してくれたってこと？侵食は確実に始まってる。なるほどね。ね、力使っとる。カトル君の天使の力こんな風に使えるなんて、なんかこう暴走しないといいな。なんか心配。ね、本当大丈夫なの？そこが心配。心配してくれてありがとう。でもこのまま続けさせてほしい。ある程度使いこなせるようになった力だし、使えるものはこの際何でも使わないと。そっか、ありがとうカトル君、頑張って。大丈夫、もう決めたから。この力を自分なりに役立ててみせるって。強すぎる。まあ確かにね、とやかく言うことじゃないか。決めたんならね、応援するのみよ。お前がお前であること、そこだけは譲るんじゃねえぞおばあちゃんはマスコミや芸能関係に網を張った。ルネの方は軍の秘匿回線では今のところ不審な動きはないと。ああ、まあ確かに偽装情報ね。イカルは物理的に見てくれてるって感じ。で、どうした？ブロック N レベル3で情報連続性の波状を検知。変動予測を超える歪みが拡散し始めた。ノイズ指数関数的に増大中。おお、情報連続性が成立できないレベルに到達。間違いなく侵食の影響。尻尾をつかみましたね。発生源の場所。お前さんか。このタイミングってことはやっぱ。予想通り、何者かが近くまで迫っているみたいだ。合わせて2組、旧市街に入る前にさらに分かれて動きそうだね。ほうほう、やはりか。前回と同じだな。何ね。ええ、クルガや MK の代わりを差し向けてきたのでしょう。はあ、発生源の特定までまだかかるわ。どうにかなりそうか。え、それでも2組なんだ。ああ、住宅街でドンパチやるのは厳しいが、前よりは穏便にできるはずだ。うん、てなわけで外回り組よろしく頼んだぜ。うら、こちらはお任せを。
レンジマッチと行こうじゃねえか。この二人が外回り組ってめっちゃいい。時間ならいくらでも稼いでみせる。発生源の特定は任せたわよ。それじゃ肩慣らしをさせてもらおうか。この二人も並ぶといいよね、美人。さて作戦開始ですか。ラグーナ、誰誰これ、国、その共和国の軍人さん。早速来やがったな。どっかで見たような連中だが、あれは確かザハトのサソリ。ことにも来ていた中東系の両兵団ですね。軍じゃなかったか。侵食を受けてクルガの代わりに。二番戦時が通用するかよ。つうわけで行くぞ。戦域シャウンフィールド展開。そんなことできるんだ、すごいね。シャワード、さっきリゼットさんに教えてもらった。うまくいったみたいですね。ああ、これで騒音の苦情はねえだろ。派手にぶちかまつぞ。フェイウーラ、やったー、かっけー。いいね、ニコニコする。ゾエ、カズ6多いね。ちっ、ここまで投入してきやがるか。ちと厳しいところだが。では、拙者が助太刀だぞ。拙者、黒金さん？あんたは、もう自分の持ち分は片付けたらしいな。意外な組み合わせ。さよ、忍び衆も動いているゆえ、拙者も一度は侵食に飲まれた身。この雪辱、存分に果たさせてもらおう。はい、ここは一緒に戦いましょう。いいね。え？もしかしてなるほど。タロウさん、バク、アンギ、影縛り、ミスー、オッケー。パワーアップです。向こうでも始まったようね。ならこちらも。お邪魔かもしれないけど、ここは力添えさせてもらおうかな。いいね。シズナさん、いえ、その方が効率もいいでしょう。いいね。あなたの剣技、改めて間近で見せてもらいたかったところだし。ニヤニヤが止まらん。そう来ないとね。剣の乙女と背中の預け合い、この機会に楽しませてもらうよ。キャー、オッケー。北の路地でアーロンさんたちがザハトのサソリと遭遇、撃退に成功したそうです。エレインさんたちは西側のゼクトアームズ部隊を撤退させたみたい。来たのはあの連中だったか。その程度の代役ならなんとかなるか。その程度、いや、そう甘くはなさそうだ。お、予備戦力が来そうだな。ゴズメか。どこの連中だ。テロ対策の名目で待機していたベータ中隊が突如勝手に動き始めたようで。なるほど。3ルートに分かれてすでに旧市街周辺まで迫っている。状況からして侵食されたと考えるべきだろう。そんな、やっぱり軍の情報が偽装されてたってわけね。侵食の発生源はどうだ。うん、たった今絞り込めた。2区サイデン地区、詳細な座標は中心にある建物、マセラティホテルです。あのシティホテルに行きなさい。こっちは私たちが引き受けるわ。予備戦力の当てもある。何かあれば連絡を入れろ。おい、分かった。アークライド解決事務所、行くぞ。うっす、車で行く。あ、アーロンが運転すんの。こうして早朝の襲撃をしのいだバンたちは旧市街のゲットたちに任せ、侵食が発生していると思われるサイデン地区のホテルへ急行するのだった。サイデン地区に来た朝の7時45分。マセラティホテル。どういう感じ？侵食の発生源ね。現地点での歪みが最大になっている座標。侵食そのものの原因でなくとも間違いなく重要な結節線になっていると。それなりに大物も止まってる。誰かが侵食された。なるほど。
ティリド殿下にグランマとエレネ、あ、そうなんだ、ハミルトン博士もここにいるんだ。今作ハミルトン博士名前だけ聞くけどまだ会ってないよね。ハミルトン博士が侵食されてたら割とかなり厄介だな。これって急がねえとな。あ、ホテルに行くやつね。それはそうです。とはいえ時間が時間なので今回のパートはここまでにしたいと思います。ここまで見てくださってありがとうございました。バイバイ、またねー。